最高。あ、もしもし？おい、久しぶり、久しぶり、元気？あのさ、ちょ、来週の土曜日さ、ちょ、休みやねんけど、久々にさ、朝からちょ、並んでうちに行こうや。あ、そうなん？今、小遣い制なん？あ、そう。うわぁ、なんか結婚だるそうやな。いやいや、まあ、ええやん、ええやん。あの、俺、貸すしさ、お金。ええやん、行こうや。あ、そうな。あ、娘の運動会なんや。ああ、わかったわかった。ああ、じゃあまあ、またまた。あ、ほんなね。あいや、あいや、お疲れさん。はい。おい。お前が一緒にうちに来るか。な。ああ忙しいってお前何してたんやほんま。忙しいってお前何もしてんやろなあ。今日何してたんや。何もしてへんの。なあお前一日何もせず動かずに、ほんでお前水くれてか。お前お前かわいいやっちゃなお前。なあお前は、お前うれうれうれもっとか。もしもし。どうした。そうな。たっちゃん、結婚した。そう。じゃあ何やねん朝からもう。別に朝に言うてくることちゃうやろもう。じゃあお見合いとかもうええって。彼女もおるから。おるわ。もうちょい今から仕事やねん。起きるで。これでもやろう。オッケーオッケー。風呂入った入った。
面接来てるやん、もう忘れてた。あ、もしもし雄大。大学どうだった？ちょ、今日早く来てくれ。カフェ、もうもうそんなんいかんでええ。ちょ、早く来てや。ありがとうありがとう、頼むわ。はい。悪いから読んだとかさ、ちゃうすぎっすよ。ちゃうダメ、面接や。あ、そうなの。そうで男っすか。女の子ちゃうかったな。マジっすか、知らん。さ、採用っすか。分からへん、まだ面接やってないねんから。ちょ、誰よ面接。いや、経験者、集合希望、キッチンホールどっちもとか言えるとこうすかね。そんな人来るわけないやんか。なあ、もうちょ面接になるからお前行ってや。いやっすよ。お前は今日面接できました、新見です。はい、ああ新見さんね。あれ、うちくんのこれ前はなかった？あ、はい。あ、そう、はい、大体ね、ここ来る人いつも迷うんやけど、自分優秀やな。そうか、じゃあちょっと面接しようかな。奥案内するから履歴書出して、ちょっと待ってね。はい、じゃあこっち。マジっすか。ガチだな。いや、それテンション上がるでしょ。で、採用っすか。わかんない、今から面接やねんから。まあ、よかったら採用するし、だから、まあ、いらんかったらもう断る。もう後で見に行こう。ちょっと、もうええから、ちょっと唐揚げやっていて。よし、じゃあ、面接始めていきましょうか。はい、お願いします、ね。返事ええな。ありがとうございます。ハキハキしてていいわ。ちょうどね、うちね、お客さんでさ、ちょっとハキハキ喋らないうるさい人とかおるから。あ、そうなんですか。そうそう、いいわ。じゃあもう早速だけど、ちょっと履歴書見ていこうか。はい、お願いします、ね。名前が新見さんでいいね。はい、オッケーオッケー。で、市松大学。はい。あ、うちね、市松大学の子ばっかり。え、本当ですか。あ、ちょうどいいかもしれんね。で、ほんで、そう、週4、はい、か、あ、週4か入れる。週4か入ります。ああ、いいね。ほんで、これ、前に飲食経験がありって書いてるけど、はい、どんな感じやったかな。前に2年ほどお好み焼き屋さんでバイトしてました。うん、あ、そうなんや。はい。ほう、2年か。はい。で、ちょっとそこは2年で辞めちゃった。はい、そこが初めてのバイト先で、店長さんも優しくてすごい恩もあって続けたいなって思ってたんですけど、閉店することになっちゃって。あ、そう。はい。そうか。で、あれか、はい、うちにこう、そう、来てくれたって感じだよね。はい、まああれかな、なんでこう居酒屋というかな、はい、うちに来てくれたんかな。はい、酒屋は他の飲食店と違って、
時間の効率とかコミュニケーション能力を養うことができるって聞いて、人としても成長できるかなと思って頑張ってみたいなって思いましたもっといい理由があったらよかったんですけど。いや、もう全然めちゃめちゃええ理由やで。ありがとうございます、うん、だって正直ね、うちのバイトなんかあれよ、楽しそうやからでここに入った子もおるから。そうなんですね。そうやね、あとは土日とか繁忙期かな、は後輩でそう。はい、前のバイトでも入ってたんで入ります。あ、そう。はい。あ、もうそれやったらあれやね、もう採用やな。本当ですか。あ、ちなみにこれ いつから来れそう。明日からなら大丈夫です。明日から。はい、行ける。はい。ああ、そう。じゃあ明日も来てもらおうかな。はい。まあ、そうやね、多分最初まあホールとかからやってもらうようになるかもしれんけど、はい、ちょっと店長、唐揚げ100仕込んだんですけど、まだやります。ああ、そうやな、まあじゃあちょっと追加で50やっとこうか。うっす。なあ、そうそうそう、さっき言ってたさ、楽しそうっていう理由だけで入ってきたやつ、こいつ、雄大ってやつ。雄大さん、よろしくお願いします。え、採用ですか。あ、そうそうそう、採用。よろしくです。あ、そうやな、じゃあまあ、またじゃあ、細かいことは連絡しようかな。はい。じゃあ明日やね。はい。じゃあ、また明日よろしくやね。よろしくお願いします。よっしゃよっしゃ、今日はこれで。ありがとうございます。終わりで。よいしょ。店長も顔採用でしょ。ちゃうって、そんなわけないよ。え、だって可愛い子しか採用してないじゃないですか。関係ないから。じゃあ俺はちゃんとこの店に必要か必要じゃないかで選んでるか。お前も大人になったら分からん、そんなの。な、そうなんですか。当たり前だろ。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはよう。今日面接来たのめっちゃ可愛い。マジ？え、女の子ですか？いや、まあ女の子やけど、まあ週4入れて、で、まあ飲食店も経験あって、土日も入れるから、まあ採用した。おお、え、嬉しいですね、女の子。仲良くなれるかな。仲良くなれるかよ、仕事できるかが大事やから。厳しいな、レイル。はい、ミオ、ホール準備くれ。はい。ちょ、こっち系の子？なあ、リモート系ビジ。あー、俺そっちタイプちゃうな。やっぱな、ギャルみたいな子が俺は好きやな。あ、お前そっちやな。いや、俺は全然好き。お前らガキやな。いや、店長はどういう子がタイプですか。あ、俺タイプ。まあ俺あれやな、まあ可愛らしくて、まあ笑顔も可愛くて、でハキハキしてるような子かな。え、それ今日面接来てた子そんな感じなんですか。タイプの声から採用したんすか。ちゃうね、そんなわけないやんか。マスか。あ、俺43やったな。まあ一回り二回り違うね。まあタイプ当てはまってたとしても、そんなんで採用とかせえへんから。あ、まあ、好きになるとかちゃうよ。そうか、やっぱさすがにね。いつからしくんですか。明日らしい。言ってる。俺もうるさい、お前ら。お前動け。あ、準備。いける。あ、いけてる。あ、ごめん。じゃあこれね。あ、いい感じや。あ、問題ないね。はい。あ、よしよしよし。あ、どうした。これ、よかったら食べてください。え、俺、はい、の俺に。あ、店長さんとバイトの皆さんに。あ、みんなに。はい。あ、ありがとうありがとう。あれやね、バイト初日でこんなん持ってきてくれる子は初めてよ。いやいや、お世話になる。まあまあまあ、ありがとう。はい。あ、まあ、じゃあ行こうか。はい。あ、よしよし、ありがとう、ありがとう。
おはよう。おはようございます。まあ、じゃあ、挨拶しようか。はい。今日から入りました、ニーニーです。お願いします。よろしくね。よろしくです。はい、よろしく。おー、レーナ、いじめたんだよ。いや、あんたほどポンコツじゃないから大丈夫です。そんなに。まあ、最初だし、ホールからちょっと教えてあって、2人。はい。ほな、ついてきて。はい。気ぃつけや。あれ覚えた？覚えましたよ。じゃあ飲み声よりは北川の男性のラストオーダー30点前になります。プラスアフリカ製で1回の注文でお一人様1回のものになりますのでよろしくお願いします。おお、すっごい完璧やな。これはもう身をすぐ抜くな。いやいや、まだまだです。こんくらいさ、あるよ。まだまだ。いや、ないよ。え、なに、めっちゃ女子女子仲良くなってるやん。いや、そうよ。もう仕事もできるし、吸収も早いし、楽しいわ。あ、恋バナもしたもんな。はい。なに恋バナって、じゃ聞かせてよ、俺にも。うん、聞かさんでええからな。いやいや、聞かせて何。好きな人のタイプの話とかしました。え、なになに、タイプ、どういう人がタイプ。私は年上ですよ。あんたはないから安心して。うるさい、女子。え、もう、おかおか、年上、おさが。ちょっと、自分の顔を見て、だるそうな人だった。だるそうな人ですよ。どういうこと。だらしない人だった。あ、でも、そうですよね。私もすごい。なんか、だらしなくて、年上が好き。どうしたの。日中スポルマツしかないベッドベトやし。ハハハ、ないよ。まあまあ、奈々ちゃんがしっかりしすぎてるってとこもあるんかな。じゃあさ、容姿、どういう人がタイプか。あ、一人好きです。どんなアイスタイル。いやー、ゆうさん、いいやめて、もうなんか虚しなるわ。いいいいいい、はい、もう振られた人はキッチン戻っていただいて。別に振られてないし。あの、気にしたらあかんで。はい。今、新人の奈々ちゃんと喋ったんですけど、多分、店長のことタイプですよ。え、俺。今ね、タイプ聞いたんですけど、全部店長に当てはまってるんです。もうわちゃうんちゃうんすよ。俺が興味ないから。でも店長ってなんかあの、マジこれだけは譲られへんみたいな、マジ好きになっちゃうみたいなことないですか。まああれかな、この年になったからこそ、まあなんか1個ぐらいになるかな。どうすか。だよな、まあ物を見せずに、まあがっつり来てくれるの。どういうことっすね。この年だから、まあ恋愛しててさ、俺がちょっとボケたりしたときにさ、なんでやねんとか、そうおかしいでしょみたいな、こう突っ込んでくれたらおもろいやん。そうだったらちょっと好きやってなって思うかもしれない。おらんでしょ、そんな。そうやろ、おらんやろ。いや、だから無理やねん。休憩いただきました。ありがとうございます。はい、休憩いただきました。ありがとうございます。はい。あ、そうや、もう仕事慣れた。はい、オールアカンペニーです。あ、そう。言うね。はい。あ、いいね。ナナちゃん、ほんまに覚えるのめっちゃ早いです。あ、そう。すごい。じゃあもうあれやな、これからも無賃で働いてもらおうかな。はい。なんでやねん。おかしいでしょ。じゃあ、戻ろうか。はい、戻ります。レイナ。はい。ちょ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 。あ、ちょちょ、ミオ。はい。ちょちょ、ちょ、聞きたいんだけどさ、自分らのさ、男性の惚れる行動、特に年上の男性、なんか、どんな反応かな。え、急に何ですか。いえ、あれや、さっきちょっと、雄大と喋っとって。いや、だから、まあ、どんなのかなって、まあ、それ聞いたい、それだけやん。私はベタですけど、シャドウが悪いってくれるとか。めっちゃいいですね。え、わかる。はい。なんかさらっとこっち歩きとかって言ってます。惚れますね、それは。なんか見よう。私は、
私に合わせてくれる人が好きです、はい、合わせてくれる、うん、例えば、うん、私が行きたいところにどこにでも文句言わずついてきてくれる人、うん、大事ですね、うん、なんか自分が興味なくても楽しいな楽しいなって聞いてくれていいよな、うん、もう惚れますねそれ、うん、ああ、ありがとう大丈夫あ、すいません、はい、これ、はい、ありがとうございますこっちあるすいません気分いいですかはい、お伺いします
なったらどうかな。もう一回お疲れお疲れお疲れ今日もね、あ、そうだよ、奈々ちゃんもね今日よう頑張ってて、ありがとうございます、楽しかったです。あ、そう、よかったよかった、よっしゃ、着替えよう、はい、よっしゃ、あ、女子の写真です、お先です、奈々ちゃん、ね、仕事のことで相談をしたら、ちょっと来てくれ、もう早く帰ってます、この時間一番無駄じゃん、これ。ちょっと、正直ね、ちょっとシフトのことは、まあどうでもよくてさ、一つ伝えたいことがあってさ、はい、まあ、奈々ちゃんの、気持ちは、俺もひしひしと伝わってるわ。いや、悩んだよ。俺もめちゃめちゃ悩んだ。ああ、でもね、初対面でこんな可愛くてさ、ね、いいこと出会ったの初めてだよ。いや、俺もさ、もう40代のおっさんやからさ、な、こんな若い子とパートナーになれるとは思ってなかったよ。でもさ、もう奈々ちゃんの気持ちをちょっと知ってからさ、俺も一日中奈々ちゃんのことばっかり、もう頭から離れ、うん、そやな、俺も好きや、つまり両思いってことや、もう俺も覚悟を決めた、付き合ってくれ。私19ですよ無理です無理です。でもね、俺のこと好きって、違います、やばいやろ、やばい、普通にやめとれ、どうした、奈々ちゃん、どうした、奈々ちゃん、どうしたんですか、奈々ちゃん走っていきましたけど、何したんですか、ちょっと僕、用事あるんでサッカーありますね、そうです、てか何したんですかって、いや、なんか知ってたから、奈々ちゃん告白した時に、何考えてるんすか、お前いける言うて、いや、あんな冗談に決まってる、頭おかしいんすか、考えたら店長何歳だと思ってるんすか、バカにしてるんですか、うるさい、うるさいよ、もう、あ、もう涼子シフト、あいつ出してないわ、涼子、涼子、もしよかったら今度二人でご飯行きませんか、俺とダメですか、まあ、いいけど今日ちょっと俺、幼稚園から帰るで、え、駅まで一緒に帰りましょう、おぉ、え、こっち自分がどないすんの、違います、